全日本プロレス190ポンド青木敦史。黙ってやれ、とにかくやれ、いいからやれと。まず行動だ。これはもう今一番待ち望まれているカードも今やってしまおうと思って、で自分と関根秀樹秀樹選手の対戦を決めたのがまずこの大会の始まりでした。どん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 カードが決まっていって、いよいよ大会が直前だっていう時に、皆さんご存知だと思うんですけど、僕のタッグパートナーだった全日本プロレスの青木敦史選手が、事故で突然いなくなってしまいました。で、まあもちろんショックだったんですけども、一回その普段我々そのプライベート合わないっていうのがかっこいいと思ってる二人だったんで、そうなんですよそういう二人だったんで、だったんですけど、ちょっと会いに行こうと思って会いに行ったらですね、まさにいいからやれっていう顔をしてまして、あ大丈夫ごめんなさいね、そうだね、いいからやれだよね。何もかもやっぱ世の中っていうのはタイミングっていうのがあると思います。この Just Do It っていう名前をつけた時に一番身近にいた人から、ヒカルさんいいからやってください、そういうふうに言われるっていうのも何かの縁だと思ってます。生まれることが自然だったら死ぬことも自然なんだなって最近思うようになりました。毎回毎回命を張ってここにみんな出てくれてます。今日の試合が永遠にできる、そんなことはもう現実的にないと思います。だからこそ価値のあることもあると思いますんで、選手全員ハッパをかけて素晴らしい試合、1分1秒早く勝利に目指して走る、全力疾走する、そういうプロレスをやってくれ、いいからやれ、 Just do it、 そういうふうに焚きつけております。このリングで行われること、これがプロレスの全てじゃないです。でも大事な大事な僕たちの信じたプロレスの根幹の一部だと思ってます。ぜひ楽しんでいってください。ウルト真剣勝負です。どんなもんなのか聞かせてくれよ。Good.